園祭は賑やかでいいね。イオリはどんな男がタイプなの？何をいきなり。いや、ほらさ、同じ趣味を持つ人間としてね。そういえば、実は私もどっちもいける口なんだ。誤解を解け。俺はバイじゃないと言うならここしかない。実はですね、ああ、でもよかった、仲間がいて。え？いくら私でも他の人には絶対こんなこと話せないもの。助けて神様。ちなみに私は男ならトッキー、女ならナナカがいいな。ナナカさんですか？それでイオリは？何がです？好きなタイプ。それでイオリの好みは？なあ、キダーラ。なんだ？なぜアズサさんは急に俺と店番を変わると言い出したんだ？なぜだろうな。いいからイオリと二人で遊んできなよ。はあ。じゃあちーちゃんとイオリが交代しよっか。あ、はい。公平とどうだったのか教えてよ。